入場する若きイレブン。これは先頃等々力サッカー場で開かれた川崎市とユーゴスラビアリエカ市との姉妹都市親善ユースサッカー大会の開会式の模様です。青少年のサッカー技術の向上はもちろんのこと、ユーゴ親善に大きな成果が挙げられますよ。伊藤市長の挨拶の後、ミス川崎による花束贈呈。両市の代表選手たちの記念品の交換が終わると、いよいよゲーム開始です。ライトに入るグラウンドでひたむきにボールを追う選手たち。川崎のイレブンは高校選抜 A チーム。ゲーム終了。互いに全力を出し切ったイレブンたち、そこには無言のうちにも友情の広がりが感じられます。サッカーで姉妹都市の友好を深めた両チーム、爽やかなゲームでした。